こんにちは、ひろちゃん農園のひろちゃんです。今日もお天気がいいですので、朝のうちはちょっと雲が多かったんですが、降るような雲ではなかったので畑で作業をしています。お茄子を植えていましたところを根っこも抜いて、コンパニオンプラントで植えてたニラも抜いてありますので、ニラを他のとこへ植え付けるんですけど、ちょっと横に寄せて畝を壊して、それから土作りに入っていこうかなと思っています。もうすぐ12月7日で私も満79歳になります。自分では自覚はないんですけど、まだまだ元気にやっていけるんではないかと思っています。畑を始めた頃は、まあ80までごとごとやれたらいいかなと思って、1畝2畝やりながら、毎年欲が出て1畝増え2畝増えして、とうとうハウスのところまで来ました。来年は満80歳になります。80まではできるかなと思ってたんですけど、来年が80となると、いやいや、もっとやれるなと自分では80の自覚がないので、やれるところまでやっていこうと思っています。自覚がないのが一番やるかもしれない。それはもう困った、79言うてしょげよったら畑できません。まあそりゃそうやけど、最近足とか痛ないが、あ、ちょっとすね切らして体操はしてます。それで治る。まあなんとかお風呂で足を動かしたり、いろいろ工夫はします。健康が一番、元気が一番。そう、俺も最近は車運転しながら前のナンバー見ながら足し算しよう。しよう。だから最近ほら、ナンバーを足していく計算をしていく気、すれ違いに あれ頭下げてくれた誰やったろうと、運転手さんを全然見てないわけよ。あ、ナンバーばっかり見て、ナンバーばっかり見よけ。だから知り合いの方に、あの人愛想が悪いと思われてやせんかなと思って、最近はちらっとは見るようにしてます。ほどほどに、ほどほどに、はい。今日は頑張って土作りに入っていこうと思っています。今日やる土作りはどんなお野菜でも大体対応できる土作り。そう、うん、そうそう、何でもやれるように。今回は来年の夏野菜、間の野菜を作っていこうかなと思ってるので、葉物種まいてますので、タアサイとロメインレタスと水菜もまいてますので、それをちょびちょびと植えようかなと思っています。はい、はい、それでは畝を平らにしてから、苦土石灰とニームケーキを入れて耕して、その上にもみ殻を入れていこうと思います。順番にやります。お茄子の株元にコンパニオンプランツ用で植えてありましたニラです。これをどこかにまた仮定植をして、来年の春にお茄子とかトマトの株元に一緒に植え付けようかなと思ってます。それはもうずっと使えるもんだ、コンパニオンプランツとしては。食べるかじゃなかったら大丈夫。いや、食べても大丈夫。新芽が出てくるわ。出るよ、切ったらなんぼでも。これ切ったがやもん。そうなの。切ったらまたこれば伸びてきたがやき、うん、ここで切っちゃおう。ああ、そうなの。そう、切ったら次から次へ出るニラとかネギとかは。ほんだ、無限って言うたら結構ずっと使えるわ。これ葉っぱも広いし、立派に育てたら上等の食用になるわ。そうしやせんだけのことで、別に効いてないだけ。あ、うん、はい、いっぱいニラ植えちゃう、うん、最近はニラを縁の端へ植えてるので、はい、ニラだらけ、うん、増えて増えて、あ、どんどん増えて、増えて株分けして、どっかにコンパニオンプランツで植えようかなと思って手近植えたところがありついて、借りて移植したのが、はい、それがどんどん増えてもういっぱいあります、はい、でもこれもどっかに捨てるのもったいないので植えておこうと思います。とりあえずは今日は片付けます。はい、畝を崩していくんですけど、畝の真ん中を通るんではなくて、両脇の型をまず崩して、それを2畝崩して真ん中を行きます。そしたら大体が平らになってきます。縁からやるということだよね。縁、両肩から、はい、5匹、ほら5匹もおった。
一畝崩しました。だいぶ平らになったと思います。もう一畝を崩していこうと思います。畝崩すときはいつもこうやってやるわ、うん、両サイド崩してそれから真ん中をやると。両サイド崩しながら通路が硬いので、うん、通路を一緒に耕して、最初は土がコロコロやけど通路でも何回かやってるうちに砕けてきます、うん、はい、ちょこちょこしゃがみ寄ったのはコガネムシの幼虫かなんかおった。見つけました。結構いっぱいおった。おった4、5匹。ここはカルスとかやってないやかね。やってないほんでやか、うん、まあまあ吹いたら多かったね、うん、土がふわふわ焼き入るよいと思う。けどあんまり動きような感じはなかったね。ここマルチかけてなかったっけね。違う違う、幼虫がもう寒い気。あ、寒い気動かん。一匹だけあそこにおるけど、うん、動かんや、うん、はい、うん、寒い気弱っちゃう、はい、ではもう一畝崩していきます、はいはい。根をのけます。こんな大きなヤブガラスがあった。途中で切れちゅうき、どっかにあるろうけど。もうわからんの、うん、根を抜けな。ナスの根。結構いっぱいついちゅうね。うん。で、こんなのが落ちちゃった。あらら、あらら。ハウスのとこまで持ってちゃって。なんかごぼうの匂いがする、これ。ごぼうはいっちゃうの？いけない、いけない。ナスの根よ、これ。でもゴボウのような匂いがする。そんなに大変にかからん。のけてものけてもありますね。でかい、うん、畝を両方崩しましたので、今から苦土石灰とニウムケーキを入れていきます。苦土石灰を入れます。ちょっと粒状のやつ、粒が降りよいので、こんな風のある日は粉は飛んでしまう。それは他のお野菜に散っても大丈夫な。 あえて他の野菜にかけようが、カルシウムを補うため。ああ、そうなの。そんな後でやったりするもんな、駆動石灰、うん、生育途中に追肥みたいな形でやったりもするもんな、うんうん、終わりました。次はニームケーキを入れます。ニームケーキは虫予防ということ。そう、多少肥料にもなる、うん、ニームケーキを振っていきます。はい、終わりました。駆動石灰をどうして先に入れて土と混ぜるかっていうと、この後カルス処理しますので、カルスと駆動石灰は同時に入れない方がいいそうですので、先に入れて土と混ぜておいて、それからもみ殻などを入れた後カルスの処理をします。そのついでにニームケーキも一緒に打ち込んでおこうと思いました。土に混ぜていきます。終わりましたので、この上にもみ殻を入れていこうと思います。もみ殻を入れてきます。今日は普段より少ないね。ちょっと少なめにした。土がふかふかの土やき、そんなにたくさん入れんでもいいかなと思って。ここにもみ殻を山盛りのストックをしてましたけど、これだけになりました。使ってしまった。足りんぐらい少ないね。今年の秋に使うてしもうたら来年の春からないので。そうやね、困ったもんですね、うん、はい、もみ殻を振ってないところに振って耕していきます。もみ殻が入れ終わりましたので米ぬかを振っていきます。ちょっと風が吹きますので飛ぶかもしれません。
米ぬかが終わりましたので、この上に硫黄を振ってカルスを振ろうと思いますので、ここが一坪ぐらいではないかと思うので1キロ米ぬかと混ぜてきます。というかここで混ぜようか。じゃあこれ硫黄を入れてきます。約一坪ですのでカルスが1キロしか入れません。これが1キロですが、この中に1キロ振っていくと最後は足りなくなりますので、米ぬかと増量します。普段でも米ぬかと増量してるんですが、米ぬかでなくても土と混ぜて増やして振っていけば、要は振りやすい、まんべんなく均等に振れるような状態を作ればいいんではないかと思います。はい、では米ぬかと混ぜ込んでいきます。先に硫黄を振っていきます。風がなかったら硫黄も混ぜて振ってもよかったんですが、ちょっと今日風がありますので、硫黄は大粒ですので硫黄だけが遠くへ飛んで米ぬかは風に飛ばされそうな気がしますので、先に硫黄を振っていきます。今硫黄を入れましたけど、もみ殻を入れた時は窒素飢餓になりやすいですので硫黄を入れてくださいということですので硫黄を入れました。でももみ殻を入れないで残渣のみ、野菜の残渣、青いものを入れる場合には硫黄はいらないようですので、カルスを振って混ぜ込めばいいと思います。米ぬかとカルスと混ぜたのを振っていきます。土作りとしてはこれで耕して1週間置くということになりますけど、1週間後には植え付けしたいですので元肥を入れます。元肥はエムリン PK の流剤、それと硫黄と骨粉菜種油かすのペレット、それを振っていきます。エムリン PK、 それともう硫黄を混ぜて入れます。エムリンピケと硫黄を入れていきます。次に骨粉と菜種油かすのペレットを入れます。これで元肥を全部入れましたので、小豆で、あ、いかんわ、それ入れなか、残渣を、お茄子の残渣をここに切っていますので、これを入れなか、お茄子の残渣を細かく切ってありますので畑に入れて一緒に発酵させようと思います。それ植え付けまでには発酵しきらんの、釜がしきらんかもしれんけど、まあ土の中で発酵するろ、まあ、順番にで釜が、そんなにどっさり入れるわけやないし、そのたまに見えるオレンジのがみかんの皮、みかんの皮、私がみかん好きで、うん、毎日3個ぐらい食べるだからそれももったいないなと思って、最初の予定ではこの残渣は歯ごぼうの横に穴掘って埋め込もうと思ってたんですけど、急遽変更しました。それは何、これ大根ば、これカツオの切ってないけど、のけちょこか、これはニラ、えいよ、はい、それでは小豆で混ぜ込んでいこうと思います。どうも燃料がない、息をしらした、まだあるかな、いやもうそこついちゅう、取ってくるわ、やりやりや、取ってくる、うん、やりやりや、あ、そう、取ってきてりゃ、うん、一回だけ土と混ぜ返しました。あと 2,3 回混ぜ合わせて綺麗にもみ殻が混ざるようにやっていこうと思うんですが、スマホの電池がもうなくなってきたそうですので、
ここで動画は終わっていこうと思います。耕した後お水をたっぷりかけて1週間ぐらい寝かしていこうかなと思っています。これはひろちゃんカルス処理でそうですね、それでが、うん、はい、はい、私流のカルスの処理の仕方です。元声も入れました。最後までご覧いただきましてありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録をお願いします。いいねボタンもお願いします。どうもありがとうございました。ニコ疲れました。今日は奈良ちゃん疲れました疲れました。でもまあまだ力残ってますのでやりきって帰ります。はい、はい、これからも頑張ります。皆さん応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ニコ、もうすぐ12月7日で私も満79歳になります。自分では自覚はないんですけど、はい、それではこまめで混ぜ込んでいこうと思います。